どうも、絶品グルメを食べ歩いているムニグルメです。今日紹介するのは錦糸町にあるもう超有名なハンバーガー屋さんのシェイクツリーさんです。で、シェイクツリーさんにはもう超有名な名物メニューがあって、それがもうパンを使わずにもう肉と肉で具材を挟むワイルドアウトっていうハンバーガーがあるんですよ。で、これ結構前に紹介したことがあって、その時はもう3万いいねぐらいついて、もうとにかくインパクトも強い上にもうめちゃくちゃ美味しいんですよ。結構友達からなんかその美味しいハンバーガー屋さんないっていう風に聞かれたりしたら、結構もう真っ先に名前挙げてるぐらい美味しいお店で、今日は改めて動画を撮影してきたんで、どうぞご覧ください。というわけでレポしてきたんですけれども、いやー、ワイルドアウトは最高ですね。もうとにかくなんかもう肉肉しいハンバーガー食べたいっていう人にもう超おすすめです。もうとにかく肉の旨味がもうすごくて、もう荒々しい感じなんですよ。で、まあ食べてる最中に、まあちょっと見てもらってもわかるように、肉汁すごい出てきちゃうんで、まあ手はベタベタになっちゃうんですけど、もうベタベタになるとかももう全然気にせず、もうがっつりかぶりついてほしいですね、あれは。で、店員さんもすごくフレンドリーで、で、店内の雰囲気もすごくいいんですよ。で、だからもう、美味しいハンバーガーも食べれますし、で、その店内の雰囲気もいいんで、錦糸町方面に行くっていうことがあれば、ぜひぜひ行ってみてください。というわけで、今回も動画のご視聴ありがとうございました。